いくら生徒会長になったとはいえ、一方的に廃部を言い渡すなんて横暴が過ぎます。私も嫌だな。せっかくみんなで頑張ってきたのに。そうですよ、日本一可愛いスクールアイドルになる夢を叶えるためにも三船しおり子の横暴には屈しませんよ。あの子って論理的に物事を見ることができるっていう割に、私たちにだけやけに厳しいわよね。スクールアイドルの良さが分かってないんだね。損してるな、三船さん。私たち以外にも廃部って言われた人たちっているのかな。新生徒会長の評判ってどうなんだろうね。あんな強引だと良くないんじゃ。ああ、それがそうでもないっぽいんだよね。他の部活や同好会には協力的だったりするのかな。私とカスミンでまたちょっと調べてみたんだけどさ、なんていうか、アメとムチの使い分けというか、緩急があるというか、どういうこと？選挙前にさ、各部活とかに行ってアドバイスしてたじゃん。それの拡大版って感じ。今も同じようなことやってるんですけど、やり方に遠慮がないっていうか、派手になってきたみたいです。派手？前にしてたアドバイスって、例えばテニス部の人のプレースタイルを見てシングルスより向いているダブルスへの転向を進めたりっていう、いいとこを見てそこを広げるってやり方だったみたいなんですけど、今はダメ出しみたいな感じのもあるらしいんだよね。これはあなたに合ってないからこっちをやりなさいとか、そんな感じ。うわぁ、そうなの？陸上部の人、陸上は合ってないからサッカー部に行ったらって言われたらしいよ。そんな風に言われて陸上部の人は気分悪くしたりしなかったのかな。いやいや、もちろんちゃんと嫌だって言ったらしいよ。当然です。好きでしていることを適性がないからという理由でやめろなど。でもさ、三船さんのすごいところってそこからなんだよね。相手が納得できるようにしっかり説明して、最終的には自分のアドバイス通りにしちゃうんだって。で、いやいやながらも言うこと聞いた人も、やだなーって思ってたアドバイスが見事にはまって感謝してるんだってさ。私には理解できないけど、最終的に双方納得してるなら、それはそれで良かったってことなのかしら。だとしても、自分に合わないことはしてはならないと言われているようで、私はいい気持ちがしません。しずくちゃんの言う通りだけど、感謝してる人もいるなら、あまり強く否定はできないのかも。見る目があるのは、本当なんだね。ディナちゃんボード。生徒会長が指示されているのは、それだけじゃないんですよ。理事会とかにもぐいぐい行ってるらしいですよ。理事会に？そうなんです。理事会と交渉して、臨時の予算を取ることに成功したみたいです。おかげで運動部のための最新のトレーニングルーム、図書室には高価な専門書、吹奏楽部には新しい楽器の購入が決まったと聞きました。ついでに言うと、有名な演出家が講師として演劇部に来ることになったって話。え？あれは三船さんが手配したことだったんですか？高三。そこまでやられたら文句も出なくなるわね。こんな感じだからやり方が派手になったって言っても評価してる人間も少なくないよ。確かにすごいもんね。
でもさ、せつなちゃんだって今まで立派に生徒会長してきたっていうのに、こんなすぐ寝返っちゃうみたいなのって、かなたちゃんはなんかなーって思う。いいえ、もっともな意見だと思います。私なりに生徒会長として頑張ってきたつもりでしたけど、生徒会長選の時の三船さんの頑張りを見たら、私は何もできていなかったなと思わざるを得ません。なんというか、三船さんは生徒会長として一途なんですよ。せつなちゃんはちゃんとやってくれてたよ。私はそう思ってる。ありがとうございます。だけど、やっぱり足りなかったんだと思います。生徒一人一人と向き合い、きちんと相手のことを考えたかと聞かれると、言葉もありません。それに、予算というのは上限が決められていて、その枠の中でやりくりをしないといけないんです。通常、追加予算というのはまず考えられなくて。理事会が承認したということは、追加予算が必要だと納得させるだけの材料を用意したからだと思います。言葉で言うほど簡単なことではありません。一体どれだけの時間と労力を費やしたのか、よほどの情熱がないとできないことです。学園と生徒のことを真剣に考えている立派な方だと思います。だから今は素直に思います。生徒会長が三船さんに代わってよかったって。せつなちゃん。でもそのことと同好会廃部宣言は全然別問題ですよ。スクールアイドルフェスティバルのこともあるし、私たち頑張らないとだよね。